こんにちは、コーチングアーツです。山崎豊子ってもう5、6年前にお亡くなりになった戦後の女流作家のまあトップレベルですよね。女流作家のトップレベル、戦後の何人か女流作家トップいますけど、外せない 山崎豊子さん、その代表的なのがあります、不毛地帯っていう映画にもなってるし、 NHK であの連作でもやってますよね。唐沢寿明さんかなが主演でやった不毛地帯だと思いますけど、まさにあれは武士道を戦後のアメリカとのビジネス交渉にあの能力をバーンと引き出した世界じゃないですか。全然武士道ですよ、うん、あれも少なからずこういうことで、戦いの中で育まれたそういう肉体と精神性と英知、うん、が我々の平時に生きるっていうこと、埋挙に挑まわないっていうことでね、散々ですけど、やっぱりコーチングだ、ね、戦略だ、戦術だ、戦いだ、試合だ、勝とうなんて嘘でも言うなら、人間の中の戦いの歴史に自分の興味と関心と探求心を突っ込んで何がしかえぐり出してくるような迫力はあっていいですね。あっていいです。世界的に言うと、これは日本より盛んですよね、うん、なぜか分かるんですけど、日本は意外と弱い。それはことスポーツ業界でいうとどうですか。スポーツ戦略戦術論ってまあ私は聞く範囲だと、例えば日本サッカー協会に S 級とか監督になるコースありますねぐらいに入ると、当然戦略戦術論はやりますけど、それはでもフットボールの中に終始するんじゃないですか。根本としての本当に生死かけた戦いの中での戦略戦術ってどう考え、どう練り上げていくのかみたいなものはどうですか。日本はねすごく弱い、うん、唯一持ってきました、これ私の母校の浅岡先生が書いた本です。これ訳本ですよね。スポーツの戦術にも珍しいですよね、こういう書き方をするの。戦術、スポーツ戦術ってなかなか本にならない、経験からぐらいのことなんですよ。こういう本ぐらいしかないんですよ。でこれもあくまでドイツスポーツ連盟のコーチアカデミーのテキストですから、これ読んでもらえば。でドイツスポーツ連盟のコーチアカデミーのテキストですから、言うたらドイツ人なんですよ。あの地域でじゃあ合理的に戦うってどないやっていうことが出てきたのはナポレオンとその前までなんですよ。プロシアからまだドイツが成立する前、プロイセン、プロシアからドイツ統合がなる、それが1871年じゃないですか。その時代ですよ、うん、ナポレオンから始まるのか、うんうん、ナポレオンからプロシアの時代に戦いを合理的にしないかという機運が、民族国家意識ですよね、ドイツの国家意識、ジャーマンってなんだみたいなところ、まだドイツも十分にできてない時代ですよ、うん、その時代のに育まれたより良い戦い方みたいなことがどうやら考えられるわけです。象徴がもうご存知のクラウスヴィッツですよね。戦争入門、戦争とは何ですか、戦争論、クラウスヴィッツは大体教科書になるじゃないですか。当然これドイツの本なんで、じゃあこれが何を参考文献してるかというと、クラウスヴィッツとナポレオンだけですから。じゃあこと、もうちょっと世界の歴史、戦いの歴史ぐらいの広い枠組みでいった場合はどうですか。一ヨーロッパの、しかもゲルマンプロシアの中だけの話じゃなくて、もうちょっとユーラシア大陸全般で考えてもらうと、どう考えても戦いの歴史とそこから得られる英知の質量で言ったら中華にはかなわないですね。中華、うん、じゃあドイツ人が中華知ってるかって言って知らんですよね。だからそれは狭すぎるんですよ、戦術論戦略論語るんだったら。少なくとも、まあ、これから我々実は研究してるテーマで、その成果が出てくれば開示していこうと思ってますけど、孫子です、孫子の兵法聞いたことありますよね、うん、で孫子研究家だけで専従して生きている人もいますよ、うん、その孫子の兵法から得られる英知を少なくともじゃあ我々の近代スポーツだったりそういう活動の戦略戦術論に応用しようじゃないかって、そういう企みも我々はやってます現実、うん、何が言いたいかっていうと、特に戦略戦術にまつわる部分ってすごく実は日本弱いんで、もうちょっとそこに手を入れる必要あるんじゃないか。あくまで経験論大事ですよ、フォーメーション大事ですよ、うん、
そんなことも生まれたもん、全部世界の選手からなんですよ、戦略フォーメーション論なんていうのは。うん、何度も言うんです、スポーツは全部発想もルールもスポーツから、あの戦いから来てますから、うん、そこの議論なくして、いきなりゲームとしての試合とゲーム違いますからね、ゲームとしてのプレイ、プレイ、これ遊びじゃないですか、遊びゲームとしての世界ではあるものの、うん、そこを知ることによってもっと本質的なレベルの高い、認識の高い指導コーチングにつながるんじゃないか、これ間違いないと思うんですけど、その努力は業界として僕は足りてないと思ってます、正直なところ、はい、だからこそ究極見えるシリーズ立ち上げるわけです。戦いに学ぶどうある、孫子の兵を一つご紹介しましたね、はい、スポーツの問題。二つ目、これは、英知とは言えません、我々のこのあたかもの、国技に近いようなことなんで、これはご紹介しておきたいところですね。当たり前ですね、柔道、ね、日本の国技に見たいものですよね、柔道。誰が作ったんですか、誰が作った、ね、そんなこと言わればね、ムカムカっときて、ほんまの彼の時頃に決まってるやないか、知らんのかいって言うかもしれませんけど、そんなのは常識ですよね。そんな話してません。彼の時頃ですら参考にしたものがあるっていうことを知ってる人、多分日本人でもないよね。彼の時頃の研究いっぱいいます、東京教育大学いっぱいやってますね、筑波大学もいっぱいやってます、彼の時頃研究ね、あもうやはりでございますが、なぜ柔道っていうのって平たく説明できる日本人多分ほとんどもないでしょうね。我々がそうできるからどうこうって言うつもりなんですよ、知ってほしいから言うわけです。柔道、名称の由来ですよね。やばらの、いや柔術だから柔道でしょ、いやいやそれは説明したうちにはならんのでございますね、はい、どっからでしょう。今日も我々の YouTube ご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。